卒業。身長160センチメートル。体重50キログラム。血液型は A 型。左シェイク裏ララドライブ型。ITTF 世界ランキング最高位は21位。団球位は7段。ボブソン所属。T リーグは岡山リベッツ所属。姉は卓球選手の森、その三十枚は森園水木である。小学校までは、 自身の親が経営するビタカクラブに所属。その後、青森山、田中学校、青森山田高等学校、明治大学を卒業。ボブソン所属。T リーグでは岡山リベッツ所属。2013年に全日本ジュニアの部男子シングルスで優勝。2014年の全日本選手権男子ダブルスでは、同じ青森山田高校の後輩である三部公平とペアを組み、 決勝で、水谷純・岸川翔也ペアと対戦し勝利。史上二組目となる高校生ペアでの優勝を果たす。翌年の2015年にも同じく三部公平とペアを組出場し、決勝は2年連続同じ顔合わせとなった、水谷純・岸川翔也ペアと対戦し勝利。2連覇を達成した。2015年7月6から13日。 韓国の広州で行われた第28回ユニバーシアード夏季大会男子シングルスで優勝しユニバーシアード卓球競技シングルス種目における日本勢初の金メダルを獲得したポルトガルのリスボンで行われた ITTF ワールドツアーグランドファイナルの男子ダブルスでは大島正樹とペアを組み1996年第1回大会来発となる 日本ペアのグランドファイナル男子ダブルス優勝。2017年現在2期ぶりに、ドイツのブンデスリーグでプレーしており、前半は結果が振るわなかったが、後半は10連勝を挙げるなど、リーグトップの成績を残した。8月2017年夏季ユニバーシアードで、シングルスで前回大会に続き2連覇を達成、大島と組んだダブルスでも優勝。 団体ア優勝と活躍した。10月の全日本学生総合選手権では、シングルスにおいて、前年の世界ジュニア代表の松山幸、同年の世界選手権代表の田添健太、全日本選手権2位の吉村和弘を破り2年ぶり3度目の優勝を果たした。2019年3月、2019年の世界、 選手権ブダペスト大会の日本代表最終選考会で優勝し初のシングルスの代表権を獲得した。シングルスでは3回戦で敗れ、ダブルスでは大島正樹とのペアで2回戦、混合ダブルスでは伊藤美誠とのペアで準々決勝を敗退した。12月2020年の世界選手権不参大会の日本代表最終選考会で優勝し、 代表権を獲得した。2019年11月25日、西東京市 p R 新善大使に任命された。プロ卓球選手として活動しながら、代表取締役社長を務めている。11歳の時、小袋の、君という名の翼という曲のプロモーションビデオに、父と共に出演している。チキータレシーブから前陣に張り付いて早い打点の、両。 ハンドドライブで攻めていく。股関節が柔らかく、素早いフットワークが特徴である。左利きのため、ダブルスが得意で、大島と組むことが多い。2017ITTF ワールドツアードイツオープンの森、その正隆。ありがとうございます。